はい、お待たせしました。はいはい、はい、B2 のニックさんってめちゃくちゃ進行っぽいんだよな。確かに偉そうにしてますもんね。じゃあ僕が調停しましょう。マイク人狼っぽいですよね。さあ行きましょう。やっていきましょう。もう初めから始まってるんだよな。マイクの見た目が人狼っぽい。確かにたぎってるから、ね、マイクは違うんだよ。復讐に心燃やしてんだよ。でも何も分かってない。SP2 のマイクさんはなんかこう鋭そうではある。何も分かってない。さてさてやっていきましょう。やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。楽しんでこうぜ。マイク人狼ですか。えこれさ、はい、人狼酔ってねえぞ。あ確かに人狼酔ってないですね。これ自覚あるぞ。あ確かに確かにこれ酔ってないわ。寝たいなってことは寝たいな。狩人が酔ってるかもしれない。それは思いにありますね。3人も1で。なるほどね。やばいぞ。え、でも狩人酔ってても2日目は合意できるよ。うん、できるけど、だから、初日に狩人が使用できないとでしょう。ああ、なるほどね。だから、4分の1っていうか、3分の1というか、そうそうそう、分かりにくいってことか。おはようございます。おはようございます。突然死しないように最初に。バカ無視するじゃないですか。バカ僕のこと無視するじゃないですか。本当かな、マイクさん狩人本当かな。マイク怪しいな。これぶっちゃけ狩人のカミングアウトって対抗出てもあれなんですよね。うん。出ても2分1、出なくても2、ん？出なきゃ、あ、出なきゃあれか、うん。3分の1に持っていけるのか。そう。そういやでも正直さっきの夜の話し合いから出ないことが確定で、狩り酔いが結構可能性高かったじゃないですか。そうなの？ここまあ狩人が酔ってる可能性がないっていうわけではないけれども、うん、3分の1だよね。まあまあ3分の1だよ、うん、だしそもそもその話をした時点で僕が狩人の可能性ってとても高かったと思うんですよ。はあはあはあ、最初にその話を持ってきてるから僕が狩人を匂わせたくなくてそう言ってるようにも見えたと思うんですよ。だからマイクさんは死んだと思うよ。うん、ほうほうほう、うん、俺も別にそこまで33%ん、うん、33%を66% で死んだからね。そうだ出たわ出たわ。パーセンテージ考えるから。いやまあまあ単純に別に狩り酔いを追ったところでっていう話ですよ。まあそうですね。まあ、しかもロケットなのもかなり印象良かったっすからね。そうかな。そうかな。俺それさ言ったけど、これ対抗出ても別にそこまでの痛じゃないからね。対抗すればいいだけだから。そうだよね。まあ2分1ですからね。狩り酔いなら勝ち確ですしね、ほぼ。そう。でも、威勢は良かったと思いますけどね。威勢は。個人的には僕クリスさんが怪しいなと思ってるんですよ。あーなんでですか。クリスさんだからじゃないんですよ。一番最初さマイクさんに対して狩人ないんじゃないかなみたいなこと言ってたけど、僕がマイクさん死んだと思うよって言った瞬間、うん、なんか徐々に手のひらを返してきて、それは思考に一貫性がないわ。いやでもなるほど、コウさんはすぐまあマイク死んで置いたし、正直狩人的にはね一番マイク叩きたくなるじゃない。逆に言えば僕がマイクを叩きに人狼で叩きに行くメリットってあんまなくないですか。え他の僕とニックさんを、うん、別に説得できればマイクさん釣れるじゃないですか。そもそもさ、うん、ゲーム始まる前にニックさんはマイクさん人狼じゃないかな人狼じゃないかなってずっとなんかこう塗ってたじゃないですか。無意味に、うん、まあ別に無意味じゃないですかそれ。だからその流れに乗ってみたいな、あわよくばマイクさん釣れればラッキーみたいなところがあったんじゃないけどやばい黒塗りの父さんだわこれ。ニックさんどう思ってどう思ってる。いやちょっとねわかんねえなこれは。待ってマイクが俺は死んでいいと思うんだけど、僕も思ってます正直、まあね、ちょっとね考えてしまってる自分もいるのよ。俺の中だったら、俺がもし人狼だったらこれ狩人カミングアウト即刻しようってめちゃくちゃ理あるなと思ってて、さっきも言ったけど、うん、対抗が出た場合も出なくても割と戦える位置にいけると思うんだよ、うん、だから狩酔いを考えるんだったらちょっと怖いけど、マイクの反応を見てたって感じかな。うん、っていうかまあぶっちゃけね対抗出ればさ、うん、別に俺カリウド引いて、あ酔い懸念で出ましたって言っちゃえば済む話だしね、うん、まあヘイトは買うけどね、うん、でもそれも、まあ、ヘイトは買うね。OK でしょう。まずそこをだから確定資料で置きたいっていうのはある、うん、置きたいためのちょっと探りっていうのはある、うん、ところで僕はクリスっていうかまあユウスケ君の反応が確かに
コウさんの言う通り後から乗ってきたなっていうのは気になったんだよね、コウさん言う前に。やっぱりそうですか。でもその後の僕の弁明よくわかりません、普通に。僕が人狼ならマイク狩人を死んで置いてしまってニックロディと殴り合いに行った方が良くないですか。これね、俺ね、クリスの言い分は分かるし、ロディがそこまですぐにマイク死んで置けるっていうのもちょっと俺はそのさっきも言ったけど分かんないんだよね。あー、そうマイクがだからそのさっきも言ったけど人狼で語るっていうのは利益がすごい俺あると思ってたから、そこでロディがすぐにマイクを死んで置けるっていうのがなんでかなっていうのがある。正確に言うと死んで置いてるっていうよりも、うん、まあ信用しないで、今のところマイクさんよりもクリスさんが怪しいなって思ってるだけ。あ、なるほどね。正確に言うとね、今のコウさんは僕の発言を聞いてもまだうん、怪しいと思います。まあ正直あの思考の流れがおかしかったなって思ったから。そうかな。最初に疑う視点って別におかしくなくないですか。懸念したくなりますし、でまあ今説明を聞いてて、あ、真なのかなって思った。いや分かっちゃうな、ちょっとクリスのあれが分かっちゃうな。分かりますよね、普通に。逆にこうさ、また2対2か。いやちょっとね、なんだろう、いやちょっと分かっ、俺のね、ちょっと今もとすごくコウさんに誘導されてる気がしている。なるほど。でしょ、でしょ。だっていやそれもいや別にね、あのそれずっと思ってた、それずっと思ってる。別に今思ったけど、それずっと思ってて、まあちょっといろいろ冷静に判断したいなと思って、うん、ニックさんに声をかけたわけよ。なるほどね。そうそうそう、まあ、別にニック黒も切り切れませんか、ね、もちろんもちろん、そうそうそう、ね、普通に、うん、いやニックさん黒あんまり見てないんですよね。ただロディからね、あのね、朝の段階で人狼酔ってないねっていう視点がすぐ出たのは、俺かなりそこは印象いいと思ったよね。そこは確かに白いな、そこはちょっと白要素かもって思う。俺そこで、ああ確かになってなった、なった僕も。みんなでもそこで反応しなかったのはね、唯一ユウスケだったんだよ。そこはね、俺ユウスケ最初気になってたの。え、反応しませんでした。あ、そっか、反応しなかったから、ユウスケ多分してないはず。ニックさんってさ、もし黒だったら僕に乗って、うん、じゃあクリス来るじゃんって言えばいいと思うんだよ。そうじゃなくて、うん、まあ、全方向の可能性は持ってます、持ってますよね。まずはだからその狩人即カミングアウトは俺めちゃくちゃ強いかなって思っちゃってたから、うん、もし人狼引いたらって思っちゃってたとこがあるから、うん、そこを即で信用できたのがちょっと気になったなっていうのはロディがあるんだよな。でも狩人死んでも即出ないとダメですからね、後から出てこない。正直、いや別に即出なくてもいいよ、うん、だってこれ別に狩人が進行しなきゃいけないってわけじゃないから、うん、あ、ほんますか、うん、でも逆に後から釣られそうになってカリオドですって言われて、じゃあみんな信じれますかっていうところもあると思うんで。いや対抗出なかったら死んでしょ。酔いは、うん、そうそうそう、まあ、酔いはあるよね。だそれこそコウさんの理論で人狼生きてること起きてることほぼ確定だったんで、うん、っていう話にはなる。いやこれむずいな、どっちがむずすぎる。めっちゃわかるしな。正直ニックさんは酔いはあるかなと思った。だから、あ、酔っ払ってる可能性、酔い人狼とですか。そうそうそう、いや酔い狩人かなって思った。ああなるほどね。からちょっと確認はしてたけど、でもやっぱクリスさんが気になるなって思っちゃったので。なんでですか逆に。やっぱり思考の流れ綺麗じゃないですか別に。だって逆にコウさんだけですよ、僕の思考の流れを理解できてない。だってね、あのクリスさんって弁明だけなんですよ結局。じゃあ、あのマイクさんを死んでおくんだったら、あのロディとニックに目線を向けた方がいいんじゃないですかって言った後で目線向けてないんですよ。いや喋ってるからですよ皆さんが。じゃあクリスさん目線って結局僕のことが黒くなってるんじゃないんですか。あなたに黒を塗っているように見えるんだったら。ただロディが黒く見えたんですけど、さっき確かにニックが言ったあれなんですよ、ロディが人狼で起きててこれ起きてるなっていうメリットがないんですよ。ではあなた目線の黒ってどこにいるんですか。わかんないんですよ。自分が黒なんじゃないですか。違います。だから困ってるんですよ。え、マイクはさ、うん、逆に言えば僕が今ロディのなんか 白じゃないのっていうメリットないですからね人狼で。クリスは結局誰ついてるのじゃ。ない、わかんない、ちょっと本気で悩んでる。30秒前。ちなみに桃翔さん誰が怪しいと思ってる。クリス。あ、結局クリスなのねそこは。
結局クリスなんだ。ま、え？メイヤさん僕そんなに黒く見えないな。でもいやニックは正直別に黒ないと思っちゃってる俺。マイクじゃないですか。じゃあ僕マイクかと思う。マイク怪しいよな。ちょっと怪しいよな。マイクかと思う。じゃあ僕はマイク怪しいな。ロニーも塗ってきてるけど別にそんな黒く思ってないもん。俺ね、ロニークリスの言い分分かっちゃうんだよな。うん。ロニーさんはなぜ黙るんですかそこで。マイクさんははい、結局じゃあのクリスさんを黒と思ってるんですか、それとも僕とニックさんを白だと思ってるんですか。とりあえずニック白だとは思っていて、じゃあ僕とクリスさんの二択なわけだ。今ちょっとまあ迷ってはいますが。なるほど。うん、なんかね、いやあでもそうか、唯人論ない。唯人論ないんですよ。ないんですよこれ。だから。わかんねえんだよ。じゃあ村証明しようかな。僕クリスさん入れる。僕じゃあ一番最初に投票。僕マイク入れますわ。うわあ、これ。え、結局クリスはマイク死んでおくって言ってるのに、俺マイク入れんの。迷った結果、ニックロディの白の方が勝った気がする僕の中で。うわあ、何を迷ったの。マイクごめん。うわ、負けた。マジか。マジ。え？絶対そうだと思っ。え？さん黒だろ。じゃあな、ロディ。え？お前か！仲良く墓場でマイクと一緒に戯れていなさい。マジか！ちなみに仮酔いだよ。え？モモショさんギリギリまでありがとう。マジでマジでありがとう。天才かよ。ギリギリまでありがとう。何それ。さあ行くよ。俺は強い。でんおらー。いや俺人狼じゃないんだよ。俺人狼じゃない。自白ありましたかね。自白。俺人狼じゃないんだよ。これはごめん。クリスさん本当に黒だと思った。いや、ほんまに白を釣り殺すところだった。危なすぎ、マジで。申し訳ない。そう、ニックはそうなんですよね。気になる位置であるけど、それ以上に気になっちゃったな。桃城さん、ごめんなさい。何これ。ないや、いいよ、いいよ。なんだこれは。おいおい。いや、もう動画が決定案件じゃないですか、これ。ざけんな。いつも俺が負けんじゃねえかよ。なんで俺いつも負けなきゃいけねえんだよ。最初の勝ち取ってんのに。